上川町の黒岳スキー場が天然の雪のスキー場としては全国で最も早く今日営業を開始しました。スキー場へはロープウェイで向かいます。感染症対策として定員を半分に減らしているということです。黒岳の5合目から7合目にある黒岳スキー場ではこれまでの積雪が1メートル以上となり、今日から天然の雪のスキー場としては全国トップを切って営業を始めました。小雨が混じるあいにくの天気となりましたが、訪れたスキーヤーが初滑りを楽しんでいます。最高です。札幌周辺のスキー場ちょっとどうかなと思って、私はちょっと地方の方にスキー滑りに行きたいなと思ってます。今年は感染症対策として施設の消毒も徹底しているということです。黒岳スキー場の営業は来月20日までの予定です。